そうか。そうやって思うと、じゃあさっきのノートさ、チモシーが減ってきたのがいいですね。どこから減ってるの？チモシーが残ってるのは、チモシーって大体12以上が残った子でしょ、この子。そうです、そうです。そこら辺からおかしいんだよ、この。チムシが減っているのは10月に入ったぐらいから。10月入ったぐらいから、うん、そうか。はい、じゃあ今度頭ね、こっち向きでいきますよ。ごめんね、ちょっと大きな注意出しますけど、初めての点滴だからちょっとだけ少なめにしてるんですけど、それでも多いですね。で、そこ乳酸リンゲルっていう点滴と、それから総合ビタミン剤、心臓とか肝臓とか腎臓の機能を高める薬、これをちょっと皮膚の下に打ちます。で、大体12時間、6時間から24時間ぐらいかけてゆっくり吸収します。ごめんね、あぶれちゃうちょっと入れまって、大丈夫、はい、大丈夫か、よし、はい、目開いたね、さすがに今すぐ目つぶってた、痛かったね、はい、じゃあもう一回このあとはちっちゃい注射、はい、じゃあ次あともう4本ね、はい、これはちょっと点滴の吸収を良くするお薬で、それでおしっこが出ると。それからこれは抗生剤、ごめんね、はい、ごめんね。それから胃腸を動かしてご飯を食べるように、ペリ薬も1ミリ、それからあとは痛み止めね。はい、じゃあ抗生剤ちょっと持ってきて。お利口だったね、お利口だったね。はい、じゃあちょっとウェットと給油だね。はい、ごめんね。2分、3分で入るだけです。椅子持ってきていいよ。